合ってる？合ってないんだったら今いいね。どうなの？キス読めよ。で早く言って、合ってんの合ってないの？どうしてんの？人の遅刻来てさ、人の遅刻勝手に来てさ。勝手にって言ってるけど来てって言ったよね。いいんすか。じゃあちょ、でも俺飲み物あるよ。ある。ありがとう。Es verdad, entonces. 何も言わないってことは本当？やっぱり泣き虫じゃない。泣いたふり上手くないジュリー。やめろよ、マジで。早く降りろよ、帰るよ。言ってよ。じゃあ言って。Entonces dilo que es mentira.Es mentira, ¿cierto? Si es mentira, dilo. Si es mentira, dilo. Stonchi kite te quiero, こいつだからね、呼んだの。呼んでねえから、お前が来いよって。話があるじゃないか。じゃあ、土下座しろとか言うか、土下座はしないよって、じゃあ気持ちだけ持ってこいよって言われたから言ったんだけど。覚えてないの、自分が言ったことすら。ジュリに傷つけられた。前もやべえよ。やめろっつんねん、マジで。だ、じゃあ言ってよ、本当なの、ま、嘘なの、どっちなの。キスよ、お前、早く。じゃあ言って、横浜女と行ったの、行ってないの、どっち。いや、もう、うぜえ、ここ、わざとさ、どっちなの。どっちなの。いや、俺。女と行ったのか、ただ匂わせただけなのか、どっちなの。じゃあ今、カメラ向けられたら嫌なんだよ。分かった、カメラ向けないから、じゃあせめて声だけで言って。どうなの。何本当に横浜に女と行ったのか、それはただ匂わせただけなのか、どっち。なんでここまで、なんか、俺の友達っていうか、ハウトから目の前。いや、うちの友達もいるから。いや、わざわざ目の前でそういう話することなくね。言ってよ、ライブとかで。どうせライブでもやるぐらい。みんな、ハウ嫌でしょ、ライブ。まあ、嫌だね。で、ほら、考えろ、本当に。嫌な人もいるんだからさ。じゃあ、せめてそれだけ誤解なんだったら今解いて、じゃあ。ねえ。誤解なんだったら。アンチ多いんだからさ、みんな嫌われたらどうするんだよ。だ、早く言って、どうなの、ね、本当なのか。ほぼほぼみんなアンチなんだからさ。本当なのか。本当に。やめろよ、本当なのか嘘なのかだけ言ってよ。早く帰れよっていうか。だから本当なのか嘘だけ言ってよ。降りて帰れよ、もうそういうめんどくせえことするんだったら。早く言って。こっちはね、わざわざ許してあげてんだよ。チャンスやってんだろ。じゃあ何、私もその女関係は許せってこと。いや、そんなこと言ってねえだろ。じゃあ、でも本当なの、本当に。え、何がね、おめえには関係ないじゃん、それ。関係あるじゃん。ないでしょ。あるよ。ないでしょ。あるよ。いいから、人巻き込んで話すべきじゃないんだよ。Entonces dilo, dilo que no saliste con una mujer. ¿Ah? No saliste. お前ほんと、さっきの、すごいよね。絶対何人かいるっしょ、顔、君の中には。Entonces dilo. なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、そういうの。多重人格。あ、そう、それ。こいつやばいんさ、めちゃくちゃ。さっきと、またさっきと、いろんなところで変わるんさ、こいつ。めっちゃ怖いんだよね。関係ない話持ち込むってことは、K やったな、だって。やっちゃ悪いんかよ。お前だって男さ、遊んだんだろ。認めろ。さっきだってメッセージ来てたじゃん。遊んでないから。認めしたじゃん。遊んではないから。みんな知ってるよね、ライブ見せたから。みんな知ってるよね。普通に私が匂わせて男と。それが誰が信じ、今更の言い訳だろうが、自分が、あの、被害者売るために。じゃあ結局自分は。ちょっとね。耳が響くよね。どっち？テンポルタバッタスコルタ。Dino, Dino. Pero si tú me dijiste soy igualito, ¿no te acuerdas? Pero por lo menos yo no salí ni me acosté con ningún tipo y tú lo hiciste. Dino. Ya, bobo de. ¿Qué? 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 ¿Qué?しかも人ん家勝手に来て、これはないよ、ジュリー。早く、ライブやめろよ。勝手には言ってないよ。早く。勝手には言ってないよ。謝っていって何？自分が謝られるためにそういうネタ作ってるの。しかも話そうって言ったらこの人話すどころかずっとチューしてきたからね。全然話になってないから。
いや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 話そうっつってんのに、いや話さない、話すのに近づいてきたの私じゃないよ、座ってタバコ吸おうと思ったら連れてきた。そもそもそうやって来るのは勝手に、勝手に言ってないじゃん、自分が来いって言ったから私が言ったんじゃん。言ってねえよお前が、言ってよ、気持ちだけ持って来いって言ったんじゃん。電話で言ってんだよそのやり取り。いやしかも浪江の前で、メッセージを見るわ、浪江の前だよ。だってメッセージ見ようよ、だからメッセージの後に電話してんだからメッセージ関係ないじゃん。うん、どうしようかな、どっから、もうこんなんですよ、こんな長い文章ばっかりっすよ。だから正直に言って、女と出かけたのか出かけてないのかどっちなの、女と遊んだのか遊んでないのどっちなの、俺は女と遊んだのか遊んでないのか聞いてんのどっちなので、さっきね、あれね、帰ろうとしたのに、何わざわざ救急車まで呼んで、ね、女と遊んだのか遊んでないのかどっちなのか聞いてんだよ、ねね、そうやって俺呼ばせするよみたいな、お前めんどくさいよ、女しかも人の子供やめないよ、喧嘩したくないからやめなよ。だからそれだけ言って本当に女と遊んだのか遊んでないのかそこだけ聞いてんだよ。んお前本当に考えてない、そういうところ自己中、そういうところ自己中。ディーノー、なんでディーノー笑えないから。いやお前だってさ、みんな見てよね、これだの男、これそのキャンセル帳伊藤めっててダリエンド男に電話して、男大阪だっけ、なんだっけ、ほらグラグラどうでもいいから言ったか言ってないのか早く言えよ。だってお前は言えよ、で先に私さっき電話させたじゃん、しかも電話つなげたんさ、そのソラくんと電話でも和解してるんさ、普通に3人で話してるのやったな。だってしかもまた新しい男出たじゃんさっき、それは関係ないじゃん。しかもわざわざ連蔵っていうのは登録してんだな、だって連蔵って名前なんだもん。あ、そうなのお前すごいな、お前すごいな、お前が、お前すげえな、お前イライラしてきたからマジ降りよここで、マジで。なんで連蔵って名前で怒るの。ハウスさんちょっと迷惑かけちゃうけど、こいつ降ろしていい、マジで無理、お願い無理、タクシー帰れよ、お前金持ってんだろ。無理、あ金持ってんだろ。無理、ね、タクシー帰れよここで。無理、あのなんだっけこの間自分は良くて相手はダメ、そういうこと。あなんで自分は女と遊んでてよくて私は男と遊んだらダメなの。新しい彼なんだっけ名前、何新しい彼、なんかお土産いっぱい持ってきてもらった男誰だっけ。そんな人いないよ、似合わせただけだよ。迎え来てもらえねえよ、いっぱいいるんでしょ、困ってないんでしょ、送迎とか。何ニヤニヤしてんだよ何ニヤニヤしてんだよ、お前が一番ニヤニヤしてんじゃん。だって面白いんだもん、お前がお前が一番面白い。無理だよ、早く。いや客観的に見たらお前たち面白いよ。まあ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 、確かにね。確かにね。でもさ、女と横浜でデートしたって言われたら普通に暴れない？いやいや、お前が言ってきたからね。暴れるよね。おい。ほら。お前、いきなり。ほらね、そりゃね、だって。いや、こいつは大阪行ってんだよ。大阪はだって男と遊びに行ったんじゃないんだよ。遊ぶとは、ね、でもこいつは自分で言ったから。いや、ガムちょいって言ってんじゃん。もうあいつはどうでもいいから男と遊んじゃうべ、いいかなって言ってやね。ガムちょうだいって言ってんじゃん。ね、新しい男と遊び行ってよねって誰か言ったんだよね、やるねえ、これしかないんだ。それしかねえんだよ。辛いこれ。いいじゃん、さあ、見たおんの？お前さ、文句しか言わねえよね。もう頭痛いよ。お前から始まったことだろ。でもだから言ってよ、どっちだ。お前から始まった戦争だろ。俺で終わらせるよ。100人見てんだけど、みんな違う。お前やめろよ、お前さ。さすがに消せよ、ほんとに。イラつく。だから言って、女と遊んだのか遊んでないのか。ほっといてくれよ、お前。それだけ、それだけ言ったら。焼肉食いたいでしょ、ほら。焼肉食いたくない。呼吸だから、この。食いたいわ。ここ、結構高いから、ここ。じゃあもうバスケやめて、もう焼肉。しよう。バカじゃねえ。だったらマスク行ってたでしょよ。あり。お腹空いてから。見せて。とりあえず早く言って。みんなも。俺の顔出てるんだよ。早く言って。女と遊んだの遊んでないの。来てポルタ。ディロー。またスコルタ。見たい見ない。もっとこっちのコルタ。何がせけあそうだ。そう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 。S。なんだっけ。ケティンポルタ。またスコルタ。No。ケティン。ライフクスタルムスカペロディーロエソ、それだけ先に言って、それだけ終わったらライブやめたいから。こんなもヘロノサリスこんなもヘロノ一生下げ続けるよ。はい、ディーロノーディーロオリータ、あ
ミヤ守ろう。それな。ミヤじゃないよ。お前バスケやってる暇あるんだったらミヤと一緒にいろよ。託児所に送ってたの君じゃん。見て顔でかくね。顔でかいよ。ガラス脇がちげえよ。そのまま警察と。それな、行きたいんだがちょっとバスケ今やりたいから。バスケやりたいから警察行かない。後で行くよ。後でしかも近いから。Pero por favor, dilo。通報してみんな通報して。ディーロ、ポルファボー。どここれ、まあ、え、なんでこっち来たの、なんでこっち来たの、え、だってこうなんでバカの降りたの、え、これ言うた、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 うん、え、でもこっちからも行けるんじゃない、待つ、スケールだ、うぇーい、もう、ケラカスでとはやべ、そうだよね、はははキングウザーキモだって、ほら誰がこれが。おめえ何様だよ。てめえが一番うぜえ。何も分かってねえのにさ。Favor puedes decirle que no salí. ちょっと。Dilo, dilo, dilo verdad. 何が？左折、左折。Que si ayer saliste con una mujer. 左折、左。右、右。右だよね。右、右。混んでるんだ。誰だよさっきの。つら出せよおめえ。で、線路の手前を左、線路の手前左、線路の手前左、気のちっせえ男とか言われてるよ、あ、これだ、え、大丈夫、行けなくね、ハウ、なんでこれ行けないよ、じゃあ渡るみたいだよね、渡るんだ、渡って左じゃん、お前超冷静じゃん今さっきどうしたポルケキエ、お前のライブめっちゃ落ち着くんだ、お前ライブやると落ち着くんだねSNS 中毒お前じゃんお前もだよマジで、ペロポルファボルディーロじゃん、ほら話し変えてる、お前 SNS 中毒って SNS 病だよ、病だ、かわいそうにね、どうしてもアンチが好きなんだよね、エズリ様ランドで、次右曲がれたのもらって、わかりました、あ、そこかな、てかさっきの誰だよ、おめえ、赤赤赤、ここ、そう、さっきの出る誰だよ、マジうぜんだよ、マジで、え、もっと言われてるよ、誰だよ、スラ出せよ、早く、スラ出せよ、わら、中学生なの、だって俺、うん、俺気の小さい男は小学校6年生だよ、だから何てかさ、そういう、なんか、SNSしかさ言えないやつは持ってた方がいいよ、そうだよマジで、俺からしたらあの相手にすらにならないから、pero puedes decir lo que hiciste ayer? No. Entonces verdad que te acostaste? No. Entonces qué hiciste? Nada. ¿Qué nada? ¿Eso? ¿Qué te importa, batas corta? Sí me importa, te estoy diciendo, porque me importa es que me estoy poniendo así. お前らアンチ興味ね。まあでも、ジュリの話だけ興味あるな。ちょっとつぶそべ、あ、こいつ後で。もう一個、もう一個。もう一個だよね。だと思ったんだよね。ほんとかよ。ほんとほんと。いや、お前のことだからまた言っちゃうよ。じゃあ結局、昨日は遊んでないってことで OK? てかさ、ちっちゃい男って言ってるけど、お前らは、その裏アカウントで使ってなんか悪口しか言えねえ。お前らもう、超、俺より全然ちっちゃい男、女か男かわかんねえけど。でもベイビーがそういう人たち相手にしてんじゃん。してないよ。ただ単に面白いだけ。楽しんでる。じゃあ相手にしてんじゃん、ベイビー。いいじゃん、別に。おもちゃみたいじゃん。まあ、感覚でいいんじゃん。ただのおもちゃじゃん、これ。アンチはおもちゃなの？おもちゃでしょ。
敵だって相手にならないんだから。じゃなんで人間じゃないじゃん。まだまだまだ。はい。ジュリー金盗むねよ。どこのだよ。あそこにカバン置いてるから。なんで私が金盗むんだよ。昨日散々使っといて。ねえ本当なのかな、マジで。うん、私が男と遊ぶのはダメで、そっちは女と遊んでいいみたいな。お金持ってきてあそこにやるから。私のじゃないの。あ、そまあ俺と君が飲みたいんであれば。ポカリじゃないし。ポカリで。まだ配布ある。ないよ。ないんだよね。セールよ。セール。飲み物もない。飲まして。気持ち悪い。ねどっから入るんこれ。どっから入るの？玄関か。あ、寒い。ノーサ、アフィボセリマタ、アイシェオチペグ、アイアイシェオチペグ、デイシャ、デイシャ。あ、アホだ。本当にアホだ。玄関ってここじゃない？子供車に放置ってどういうこと？なんか言ってんの。明るよし、助けるよ。夏これめっちゃ暑かったのに夏。うん、え、なんで寒い？上着ちょうだい、寒いから。その上着。いや、俺もっと寒いよ。でもだってバスケやるんでしょ。え、でも寒いんだけど。ただで。あ、空いてるよ。空いてる。じゃあ、ジュリア、俺のネックレス見せて。入れるとこないよ。お前つけといて。まつけられない、大きいもん。でっか、無理だよ、でっかいよこれ。あー寒い、はい、なんか入るとこないんこれ。映さないでよマジで。ここでいいじゃん。いやちょ、あ、用意といてまたつけるから。で置いとくよ。ジュリトイレ行くときだけなんかで、ね、かぶせるよ。トイレ行きたいから。寒いから上着貸してる。俺は？え？俺は？ってバスケやるんでしょ。バスケ上着着てやるん。うん、はあ？それお前寒がってる女に上着貸した方がいいよ。遊びのために託児所預けたんって言ってるけど、うちらだってこれから仕事だよ。サボり、本当はハロウィンパーティーしようとしたんだよね。違う、ハロウィンパーティーじゃない、マダムの出勤だったんだよ。ん？今日でコスプレだったんだよ。で何でとか言ってる。なんかマダムをね、遊びだと思ってる。優しくないな、キングだって。上着も貸さないんか、だって貸すよりせえな。言ってるだけで何もさ、まださ、着替えてるのにさ、言ってんじゃねえよ、おめえら。ねえ。なんか来いよ。やべえ、なんか死にがないって言ったら、でも最近イラつくんだよね、なんか。かいつかえよ。あ、すいの、マジのマジポね。だから人間のものの方がいいよ。ん？人間のものの方がいい。人間だと思ってないんだよね。おもちゃだと思ってる。おもちゃいいか。着替えてやろう。うん、やるしかねえな。ストレス発散。おい。チンコなさないで、そこで。まだ見てないくせにさ、言うねん。え、こっちの、こっち、てこっちの仕事ブッチされしたところで、群馬の仕事行かなきゃダメだから。結局。
シカトかおめえ。シカトするようになったな。から仕事タバコ吸いに行ってくるね。タバコ吸いに行ってくる。
あ、そう。寒いからこれ着てく。トイレあるの、ここ。スリッパないん。あ、ごめんごめん、ずっとミュートだった、ごめんね。託児所のことですごいいろいろ言われるんで答えますね。託児所は仕事の時だけに預けるための場所じゃなくて、普通に夜クラブ行くお母さんとかも預けたりしてるんで、その託児所が、まあ、私は今日10時から一応仕事なんですけど、本当は今日託児所間お泊まりだったんですよ。私がマダム出勤の予定だったんですけど、東京行ったらもうないからみたいな言われたので、じゃあ東京、一応まだ東京行くような真似したら、東京か大阪行くような真似したらもう一度行かせるかねとは言われたけど、
いやもう全然アンチのコメントも全然今は大丈夫です。なんか自分が悪いし。そうだね、通訳の仕事は嘘じゃないです。もちろん愛してますよ。何やってるの。捨てるのよタバコ。ここで、うん、オッケー、わかった。お前何か持ってんの。俺の携帯は？こっちに全部置いてあるよ。ちょっと作れよ。ほんとだよ、見てきなよ。ガクトとか知らないです。私今日ちゃんとご飯作ったのに、昨日もちゃんと作ったんだけど、美味しそうなピーマンが売ってたから。しーちゃんやばい、この時に友達のコメント来ると泣いちゃうんだけど。しーちゃんごめん、今日行くはずだったんだけど行けなかったんだよね。あのね、鳥仙で美味しそうなピーマンがあったから買って、あの野菜炒めにしたの。違うよ、みやちゃんと一緒に送りました。鳥仙わかりました。わかりました、います。タバコここにいます。タバコをここに捨てるなよって言われたので、あっちのゴミに持っていきます。無事仕事だね。遊んでないんですけどね。高いっす。育児所はマジ高いです。時間制なんで。
え、野菜炒めってダメなんですか？ありますよ、家に。あるよ、もうさすがに。え、もも何時から仕事？料理配信はしないですね。だってももは託児所に預けないもん。もも仕事中ってあれでしょ、お母さんとか、あ、お父さんが見てんのか。そう、子供のパパが見てくれるから。私シングルだから託児所に頼らないといけないんですよね。前まではお姉ちゃんが見てくれてたけど。ジュゴンって何これ